日本将棋連盟は今日創立100周年を迎えました。これに合わせて新しい将棋会館が東京千駄ヶ谷に完成し、お披露目されました。どうぞ。お披露目式には藤井聡太七冠や伊藤匠英栄王などトップ棋士も駆けつけました。 JR 千駄ヶ谷駅から徒歩2分の場所に新しい将棋会館ができました和の要素も感じられるおしゃれな建物です。スポーツ、文化芸術の街としてです、ね、発展できるように将棋連盟としても頑張っていきたいというふうに思っています。羽生会長は将棋文化発展の拠点として将棋をあまり知らない人にも魅力に触れてほしいとしています。